君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年返事はまだ来ない返事はまだ来ない毎日毎日欠かさず書いた必要に来て拝めた君に届ける僕の心2年目もがむしゃらだった家が燃えても気づかぬほど復活したから燃えていき 気づけば絵にしかのこてない3年目にはこのれてきた。もはや文学の域に達した。ミクシの日記でこう返した。マイミクが貫通とした。4年目に雑誌に投稿した。社会問題にまで発展した。 ポエム集の出版が決まった。僕はサラリーマンを辞めた。君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年。返事はまだ来ない。返事はまだ来ない。 5年目にはプロポエマだ F1 ゾーンに特に受けた。だけど僕は一途だから他の怖い時期が生えた大根に見える。6年目に体を壊した。すでにポエムは2000を超えた。 折れたことがない骨がない。壊して無いない臓がない。7年目に誕生した。今日は君を何に例えよう。エクストリームは異論だけかな。服装内積空間かな。8年目も僕は変わらない。今日は君を何に例えよう。 16枚目の全勝優勝かな。アンパだった軍艦人受動会かな。君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年。返事はまだ来ない。返事はまだ来ない。9年目僕は事故に遭った。 頭を打ったらしい。自分の名前も忘れた僕だったか。君が好きなことだけは覚えてた。 11年目も記憶は戻ってこなかった。それでも君が好きだった。ただただ返事が欲しかった。12年目も13年目も記憶は戻ってこなかった。まだまだ君が好きだった。 それしか持っていなかった。14年目にもまだ戻らない。毎日が怖くて不安で君を一目見たかった。君に一言言いたかった。15年目に記憶が戻った。 全部思い出して泣き出した。僕は思い出してしまった。15年前君が死んだことを。
君への愛を綴ったポエムを重ねていけばいつか届くかな。君のあった部屋に毎日放り込んだ。君がもう見えなくたって愛し続けてやるんだ。でもまた会えると思ったよ。君はまたいなくなった。君への愛を綴ったポエムを送り続けて16年。返事はまだ来ない。返事はまだ来ない。